動物の森ハッピーホームデザイナー始まるよ。やっていこう。今日はね、8月の7日、動物の森ハッピーホームデザイナーを買ってからちょうど1週間経ちました。さて、今日からね、話が新しくなっていると思うんだけど、お、本間さん、今まで全然出番がなかった本間さんがいる。すごい、さすがは本間のおじさんに。昨日ちらっと相談しただけなのに、一晩でこんな機械を作っちゃうなんて。いやー、こんなのちょいと電話を改造しただけだよ。まあちょいと徹夜もしたけど。あ、おはよう三浦ちゃん。いや、絶対気づいていたでしょ。今目の前にいたんだぜ。だってわざとらしいね、たくみさん。見て見て、この電話機、本間さんが作ってくれたの。これを使えばいつでも営業の電話をかけられるんだけど。はい、じゃあ本間さん、もう一度三浦ちゃんにこの電話機のことを説明してあげて。おはよう三浦さん。いやね、昨日の夜たくみちゃんに積極的に営業活動をやっていきたいと相談を受けて、それでこちらの電話機、名付けてアミーボフォンを作ってみたというわけです。そしてこのアミーボフォンが普通の電話機と違うところ、それは動物の森アミーボカードと 3DSNFC リーダーライターさえあれば、連絡先を知らないお客様にも電話をかけて売り込みができるのです。そういうことだったんだ。今回動物の森アミーボに対応していて、アミーボを読み込むとそのカードに書かれた動物がゲームの中に登場するだけだと思っていたんだけど、今回はそのアミーボカードに書かれた動物のお家のコーディネートもできるんだね。知らなかった。動物の森アミーボカードと 3DS NFC リーダーライターを持っていなければ。これたくみさんだったのか。今本間さんのつもりで喋ってた。間違えた。しまった、そこまで考えてなかった。考えてなかったのか。ですね、あ、そうそうそう、そういう場合は電話がかけられない仕組みになっているのですよ。本当かよ。今適当にごまかしたんじゃないのか。要するに間違い電話をかけてしまう心配がない画期的な電話なのです。あれ、冷静に考えたら微妙。まあ三浦ちゃん、とにかくそういうわけで、動物の森アミーボカードと 3DS NFC リーダーライターを持っていたら、このアミーボフォンで電話をかけてじゃんじゃん仕事を取ってちょうだいね。持ってるし、両方とも持ってる。そして本間さんと匠さんの声が全く一緒じゃないかというね、ツッコミは受け付けていません。声分けられないよ。あとそれとね、三浦ちゃんには今まで新規のお客様の仕事だけをやってもらっていたけど、これからはこれまで担当したお客様に建て替えや別の土地に新築する提案もしてもらっていいわよ。え、だけどさ、家建てたの昨日今日の話だから、もう建て替えとか新築の話しちゃっていいのかな。アミーボ本、街での勧誘、お客様のお宅へ伺ってのご提案、方法や内容は任せるから、今日もお家作りの仕事を一件引き受けてきてちょうだい。じゃあ今日も張り切っていきましょう。じゃあ早速ちょっとアミーボやってみよっか。今手元にあるんだけどさ、説明がある。アミーボカードに書かれたキャラクターのコーディネートができる。ちなみに新しい 3DS の方、ニュー 3DS かな、そっちに関してはリーダーライターがもうそのゲームの中に入っているんで、カードだけで大丈夫ですね。やっていきましょうか。はいはい、
アミーボフォンのご利用ありがとうございます。電話をかける。あ、ちょっと待って。お、入れたよ今。よし、タッチで。ちょっと待って、カード。さて、今手元にカードが何枚かあるんだけど、これはね、どうしようかな。あららら、なんか結局ね、読み込むことができない。なんでだろう。説明書も見たんだけど、 NFC カードリーダー、ちょっと使い方が分かんないんで、今回はそうだな、自力で勧誘しよう。あ、いろんな人たちがいるよ。ロココな家具を揃えて部屋もゴスロリ風にしたいね。これあれですね、ゴスロリか。新しいお家はフルーツでいっぱいにしたいな。これはトムソンだっけ、トムさんだっけ、トムソンだ。さあ、これはキャラメル様。うん、そしたらこれいこうか。ゴスロリ風、ゴシック&ロリータなお部屋。なんだい、タヌキハウジング。ああ、タヌキハウジングの人かい。新しい家を建てたいんだけど、あんたにお願いできないかな。お疲れ、お任せください。やっていこう。いいのかい、そんじゃよろしく頼むよ。お疲れ。ゴスロリ風だって、新しいね。ではフリル様、これから実際にお家のプランニングを進めていきますね。三浦ちゃん、お客様のイメージに合いそうな土地を選んでちょうだい。ゴスロリ風のお客様に似合う土地、なんだと。さあ、どこにしよっか。もうどこでもいいんじゃないかな、このお客さんに合う土地なんて。ああ、これはちょっとさ、池が多すぎるでしょう。ゴスロリ風の家ないかね、ゴスロリ風。ああ、まあいろんないいとこがねあるけど、どこにしようかな。あ、間違えた。ああ、それじゃ決定しちゃった。それではフリル様、このプランをベースに現地でコーディネートしましょう。さあ、ミオラちゃん、フリル様を現地にお連れして、あとはお願いね。いや、もうちょっと土地選びたかったんだけど、間違えて決定ボタン押しちゃった。お、着いた。どんな家になるのかね、めっちゃ楽しみだよ。お疲れ。ゴシック&ロリータなお部屋。ゴシックってどういう意味ですか。ロリータの意味はわかるけど、ゴシックってなんやねん。さあ、今回は土地が狭いよ。向こう側行くことができない。ここだけの空間で作っていくんだ。そしたらまずお家の中入っていこう。いやー、今回も部屋狭い。狭いなー。もうちょっと広くなってくんねえかなー。な、これ荷物開けよっか。あ、来たね。うわ、すごいベッド。なにこれ、すごいね。しかもダブルベッドだよこれ。うわー、マジか。これに合うような家具をチョイスしていかなきゃいけないんだ。うん、なるほどね。でも逆に選択肢がね、狭まっちゃうかもしんないね。ベッドは置いてあるから、テーブルから行こう。おお、こんな感じのテーブルとかだよね。うん、お、来たね、ロココなテーブル。基本的にはなんかフランスっぽい感じでまとめていけばいいんじゃないかな。で、テーブル行ったから、次はお椅子でございます。あるな、普通に。もうこれしかないでしょっていうやつがいっぱいある。
逆に今回はやりやすいか。あ、これもあるよ。ロココなソファー。さ、椅子に関してはこんなもんだ。あとは家具。ロココなクローゼット。ロココなシェルフ。これは本棚だね。おー、今ハートマークが出てきた。さてさて、あー、ちょっと待てよ。そうか、置きたい家具は大量にあるけど、これあんまりやるとね、ちょっと置く場所がないか。うん、お、ロココなドレッサーってやつがある。おお、ハートマーク出てきた。ハートマークが出てきたっていうことは絶対に外せないやつだね。あー、この家具の中で電化製品置けないよね。パソコンとかさ、置くとしたらせめてこの蓄音機かな。うん、あ、なんかすごい音楽がかかってる。で、キッチンもないな。置けそうなやつないな。置けそうなやつないね。うん、おまる行こう。さあ、あなたはこのおまるで用を足すんです。照明行く。照明はランプにするか。ランプ行こう。よし、ちょっと待って、ちょっと家具に挟まれて動けないんだけど、もうすでに。さあ、壁紙考えていこうか。ロココな感じ、ロココな感じね。あー、こんなのあるけどさ、これどうしようか。これちょっと違うような気がするな。これドラキュラだしさ、これ違うし、摩天楼だろ。これっていう壁紙ないかな。決めた、壁紙はこれにしよう。お次は床。床はいろいろあるね。床はこれでいこう。さてさて、これでちょっと家具を置いていこうか。まずベッドがあります。ソファーちょっとこっち置こうか。椅子はこっちに置いて、ちょっと照明も邪魔だな。でけた。これでどうだろう。まずベッドがあるでしょ。ソファーがあって、座るね、座れるね、ちゃんと。で、コーヒーを飲みながらソファーで勉強して、時計があるでしょ。電気はここ、そして食台もある、ここにちゃんと。これはなんかな、タンスみたいなやつもあるし、うん、フリルの写真。2月14日生まれ、水亀座。好きな言葉は、ルイは友を呼ぶ。今回のこのお客さん、フリルって言うんだけど、この人の写真もここに置いてある。ね。で、服が置いてあって、ここに花が置いてある。で、おトイレ、おトイレに関してはここでやってください。ここで。この家具の中にちょっと便所を置く気になれなくて、例えばさ、便所でしょ?ちょっと世界観を壊してしまうような便器しかないんだよね。例えば、いや、こんなのとかさ、もう絶対おかしいから、うん、おまる。さあ、じゃあ外行こう。あとはこの外をどうするかな。そうか、ロリータ、ゴシック&ロリータだから、そんなに難しくないか。でもどうなんですかね、ゴシック&ロリータね。僕の動画を見ているロリータ系ファッションの方がね、ちょっといたらコメント欄の方で書いてほしいんですけど、やっぱこれかな、ロリータ、これでしょう。あー、どうだろう、僕のロリータ感ちょっと合ってないかもしんない。さあ、どれだろう、ロリータ。
うん、まあ、ロリータということで多分赤とかピンクとかさ、そういう色が結構好きなんじゃないかな。これでいこうか。そう、いろいろ数が多すぎてさ困っちゃうんだよね。さあどんな感じでございますか。まあでも結構いい感じ。あ、これいいんじゃない。扉行こう。まあここはちょっと直感で、もうこれがロリータっていう感じにする。あ、いろいろあるな。どうしようかな。さっきお魚のやつがあったね。これにしよう。で、柵だ。柵もね、結構いろいろあって、これでいこう。おいし、お家に関してはこれで完成。で、ちょっと植物入れておこうか。植物できた。っていうかもうロリータわかんない。もうこれがもう僕の限界。一応外がこんな感じになって、クマちゃんがいて、お人形ハウスがあって、お花が適当に置いてあって、中入ろう。中もねちょっと変えた。中もクマちゃんとあと人形ハウスがある。これで完成。完成しました。よし、じゃあ見ていこうか。いやー、絶対ロリータの人が見たらね、ロリータちゃうわって思うかもしんないけど、ゴシック&ロリータなお部屋。あー、でも結構いい感じじゃないかな。いやー、ちょっとね、全国のロリータファッションの人にね、これちょっと採点してもらいたいな。100点満点中。お部屋に関しては結構いい感じだと思うよね。あ、コーヒー飲んでる。コーヒー飲んでくれてる。ベッドで寝てるね。もうちょっと痩せた方がいいんじゃないかな、あの人は。さあ次は外かな。わあ、こっちがね、外が全然自信なかったんだよな。外もわかんない、本当に。いやー、ちょっと違うような気がすんな、外。まあ、お家に関してはね、あれはあれでいいと思うんだ。花だよね。花とか、クマちゃんとか、あそこら辺がちょっと自信ないんだよな。お水やってるパンジ。あ、どうだろう。これ結構時間かかったよ。わあ、さすがだね。嬉しいよ。ありがとうね、三浦さん。新しいアクション、しまったをゲット。いや、ちょっとね、これ時間かかってしまったんで、フリルさんどんな声を出していたのか、まあ、もう完全に忘れちゃった。三浦ちゃん、おかえり。今日も一日ご苦労様。そうそう、さっきたぬきち社長から連絡があって、明日の朝あなたに会いに来るそうよ。何の用かまでは聞いてないけど、機嫌は良かったからきっといい話ね。ってなわけだから寝坊しないように今日も日報を書いて早めに上がってちょうだい。はい、ということで今回ちょっとアミーボやろうかなと思ったんですけど、ちょっとやり方が分かんなくてできませんでした。
はい、じゃあ今日はここでおしまいにしたいなと思います。そうだ、うん、今回のこの僕のねゴシック&ロリータなお家100点満点中で何点かね、ちょっとコメント欄の方で点数書いてください。うん、ということで終わりたいなと思います。